タラ・リピンスキー、タラ・クリステン・リピンスキー、タラ・クリスティン・ラピンスキー1982年6月10日帯は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の、リトアニア系アメリカ人女性フィギュアスケー選手で、現在は、プロスケーター。1998年、長野オリンピック女子シングル金メダリスト。1997年世界フィギュアスケート選手権、優勝。 1982年フィラデルフィアに生まれ、3歳でローラースケートを始める。フィギュアスケートは6歳の時に始めた。1994年の全米選手権、ノービスクラスで2位となり、翌1995年全米選手権ではジュニアクラスで2位、同年世界ジュニア選手権で4位となり、注目を集めた。1995から1996年シーズン、 全米選手権では、シニアクラスで3位となり、優勝が期待された世界ジュニアでは5位。初参戦の世界選手権では、ショートプログラムで、コンビネーションと単独の3フットで点灯し23位スタートとなったが、フリープログラムでは3サルコープラス3ループ、2アクセル、ハーフループプラス3サルコーを含む全てのジャンプを成功し、フリー単独では11位、総合15位となった。 この後コーチをリチャード・キャラハンに変えた。1996から1997年シーズンより本格的にシニアに参戦する。チャンピオンシリーズのスケートカナダ及びスパルカス戦、坂月で2位、ラリックファイで3位、ファイナルでは優勝を果たす。続く全米選手権優勝、世界選手権優勝と一気に世界の頂点に上り詰めた。 この会進撃の原動力となったのは3回転マイナス3回転のコンビネーションであった。当時、リピンスキーはトリプルループマイナストリプルループという当時の女子シングルではかなり難易度の高いコンビネーションジャンプを用いていた。1997から1998年シーズンミシェルクワンにスケートアメリカ全米選手権で敗れて2位になるも 持ち味である3回転ループマイナス3回転ループ終了間際にトリプルトループシークエンスハーフループトリプルサルコーを飛ぶという2つの難度の高いコンビネーションを武器に技術的に見せる構成を組むこのコンビネーションに失敗しても後半でダブルアクセルマイナスシークエンストリプルサルコーダブルループの3連続ジャンプに即席で挑戦するなど常に 意欲的な姿勢で可能性を見せた。長野オリンピック本番では、ショートプログラムで序盤のトリプルルッツ、ダブルループのコンビネーションジャンプが、ルッツの踏切がインサイドとなるミス、いわゆるフルッツがあり、同じアメリカ代表のミシェルクワンについでに発進となる。そして逆転優勝をかけたフリースケーティングでは、プログラムの後半にトリプルループ、マイナストリプル,ループのコンデーションを成功させ、 さらに最後にはトリプルトーループシークエンスマイナストリプルサルコも確実に決め3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプを2回披露してみせた。その結果ミシェルクワン2位で銀メダル獲得を技術点で抑えて総合主位となり東京オリンピックのフィギュアスケートでは史上最年少となる15歳8ヶ月での金メダルを獲得した。なお、 フリーの順位点では9人の審査員のうち6人がリピンスキーに1位、3人がクワンに1位をつけた。アメリカの審査員はクワンに1位をつけたものの、総合的にはリピンスキーが断然優れており、しかも全てのジャンプで安定した着氷と、スローパートで柔らかなスケーティングを見せていた。1998年3.4月。 地元米国のミネアポリスで開催された世界選手権では女子シングルに連覇がかかっていたものの体調不良により欠場。結局長野オリンピックを最後にアマチュア競技会から引退を表明する。彼女の年齢の若さと可能性からオリンピックに大会連続優勝の期待をされていたが家族と生活する道を選択しプロスケーターに転向。当時の報道ではプロでもアマでも 彼女の受け取る報酬に差はそれほどないとされ、当期五輪の金メダルを獲得したリピンスキーにこれ以上のモチベーションを維持することは難しかったと言われていた。実質わずか2シーズンで国際大会のトップレベルに上り詰め、一気にを我が根メダリストとなったため、総軸の選手の象徴となっている。彼女のあまりにも早すぎた引退劇が後のオリンピック出場年齢制限の 特例撤廃にもつながった。プロ転校後は体型も大人びていき、大型のフィギュアスケート選手がそうであるように、ジャンプ編長のプログラムを組むことが困難となった。彼女が思春期を迎える前、身長と体重が伸びる前に3回転マイナス3、回転の難度の高いプログラムを組むことができ、選手としての最盛期とオリンピックの時期が重なった、ことは彼女にとっても運であったと言える。 プロとしてはアマチュア競技会で得たような成功を収めるには至っていない。多額の契約金、報酬が話題となったが、アイスショーの客層は大人の演技を求めることが多く、周囲のスケーターも彼女よりはるかに年上であったりと、若すぎた彼女は順応することができなかった。また、怪我などの理由もあり、プロスケーターとしての活動は休業状態である。近年は、 有名人が出演するテレビのバラエティ番組やテレビドラマへのゲスト出演が多い。2015年の12月に交際中であったテレビプロデューサーのトットカポスタシーとの婚約を発表。2017年6月24日に結婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。